捜索での補充を検討するとき、どうしても、18金方向は必然として需要が出てくる。日本の場合、萌えアニメ、そんな方向でシンプルに量産可能だがアメリカには面倒、それ、がある。しかも、A 側に必要な創作は B 側には不要なことは多々あり両方が、衝突してしまうとプラスマイナスゼロになって、消えてしまうという問題もあって、どうやら価値として、認識されてこなかった、らしい。だったら？しかし、衝突させないようにするためには、日本のような紛争解決機構的な概念が必要で、それは軍隊の放棄的なニュアンスをどうしても発生し、アメリカとしては許容しかたくなるわけで、国内の意識的な衝突を中和しつつ、軍隊、警察、武器、その必要性、それを否定しない構造を導入せねばならない。そしてそれに関して日本の方が技術的にノウハウがある？